はい、こんにちは。スタッチョエンジン清水和夫です。今日はですね、第2回スタッチョの EV 勉強会、まあなんかね、自分は血管にガソリンが流れてると思ってたんですけど、なんか最近電気も流れてるんじゃないかなみたいな感じで、やっぱりその未知との遭遇じゃないですけど、新しい自動車とのこう出会いのワクワク感というのは、実はこうしたバッテリー EV にはあるんですね。その辺をしっかりと乗りながら、皆さんにいろんなこう面白い話題を提供していきたいと思います。はい、BMW i4 ですけれども、このモデルは M50 という、まあ、ハイパフォーマンスモデルなんで、前後にモーターを持っていて、かなりこうトルクもパワーもあります。ですので非常に加速は、まあ、もうバッテリー EV の中でもかなり速い方ですし、その電気自動車の加速感好きな人にはたまらない車だと思います。でその辺も結構強調していると思います。特にスポーツモードにするとすごいドンってくるんで、それが嫌いっていう人もいるんですけれども、電気にしかできないものすごいトルクの立ち上がり感みたいのが強調されてますね。ただそういうところばっかりじゃなくて、iPhone の場合はエンジン車とプラットフォーム共有なんですけれども、その割にはすごいよくまとまってますね。そのバッテリー容量も結構ありますし、乗り心地と操縦安定性のバランスも非常に高いところにあります。で、もっと快適に乗りたいという人はですね、40とか35とか、RWD ですけれども、そのモデルの方が多分おすすめです。で今35っていうのはエントリーモデルができたんですけれども、これはね、698万円なんですよ。だからもうほとんどエンジン車と変わらず、日本製のバッテリー EV でも結構それに近い値段いっぱいあるんで、かなり狙い目のモデルじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この車がフォルクスワーゲンがですね、もう根性入れて作った MEB の第1弾の、まあ、ID4 なので、本当 ID3 っていう車があるんですけども、まあ、日本にはこの5ドアが入ってきたんですね。でこれはなんと RR リアモーターリア駆動なので、まあ、言ってみればワーゲンビートルの生まれ変わりというふうに言ってもいいですよね。でもね、非常にこうコクピットもデジタル化されて、いちいちエンジン切れなくてもドア閉めて降りるだけで自動的にキーがかかるとかですね、非常に面白い車でした。レクサスが初めて EV 専用モデルとして登場したのがこの RZ450、 RZ450 って書くんですけどもね、これも今ワングレード、ワン車種のみになっています。基本的なプラットフォームは BG4X、 トヨタの BG4X と共通なんですが、まあ、このような上質な SUV をレクサスが仕上げていると、まあ、それでいうと実際に乗った感じもですね、かなり車格感が違うかなという、そういう印象があります。乗り心地いいです。そして静粛性も高いです。フロントに150キロワットかな、大きなモーター、リアは80キロワットぐらいのモーターを搭載する四輪駆動なんですけれども、非常に滑らかに、そしてスムーズに走らせられる。でなおかつモーターなので、力強く踏めば、加速感はすごく力強いですし、これがですね、まあ、レクサス流というのか、微妙こう滑らかに踏めば、静かにしずしずと発進をするというような、そういったところの、まあ、芸の細かさというか情緒感みたいなものも、この静粛性の高い乗り心地のいいEV で、仕上げられているなと。そしてこの RZ450E はボディサイズとして、まあ、日本の道路に、まあ、そういう意味では小さすぎずで大きすぎないっていう、そういったところを狙ったサイズだなというふうに思いますので、多くの方が使いやすい EV をレクサスがまず最初に、投入してきたなという感じで、注目が集まるのではないかなと思います。まあ、こうしていろんな車の EV を乗りましたけども、やっぱり大事なのは各社自分たちの目指す乗り味みたいなもの、 BMW は何乗っても BM ラブらしいんですね。しかしエンジンの BMW は違う感じもあるので、その変わんなきゃいけないところと変えなきゃいけないところ
がなんかうまくこうバランスしてる、まあ、ヨーロッパのブランドがありますね。で、まあ、それに迎え撃つレクサスも、まあ、非常に魅力的な EV を出してました。